ちました。私の、彼氏が、幼い頃から知ってたのがきっかけ で出会って、ゲートボールを始めました、はい、知れば知るほどどんどん難しくなっていって一人だけの実力だけで進むゲームじゃなくてチームが一体になって、していくゲームが面白いなと思って、はい、お兄ちゃんがやってたんで始めました。楽しいところがみんなでやってこのチームが深まっていくっていう、で難しいところが作戦とかそういうところが難しいところ。カーンと当てた時の音、あの音は魅力的ですね。友達がたくさんできましたね。あの会うたんびにおう、まだ元気か、生きとるかいでやられますわ例えば囲碁とかでも要は陣取りゲームになりますけども、ゲートボールもまさにそうで、どこにボールを置いて自分たちがこの広いコートの中でどこまでを支配できるのか、その支配できる面積を多くすればするほど、自分たちが有利になってくるので、その味方のボールの配置もそうですし相手のボールの配置も常に考えていかないとなかなか狙った展開にはならないのかなと思いますね。闇雲に序盤から点を取ってもダメですし、逆に相手のボールばっかりを落としすぎても味方が今度点が伸びませんから、そこら辺の、出し入れといいますかというところがやはりポイントになるのかなと思いますね。
いやまだなんか実感が全然湧いてないですけど、なんか見るとやっぱり取れたんだなっていう嬉しいですね、もう素直に。1年間実はね、もう来年に向けていろんな人に支えてもらってここまで来ているので、まずその感謝を忘れずに来年一つ一つまた頑張っていきたいなというふうに思います。